にちは、グッドテイスト TV のひろとです。本日はこちらレビューしていこうと思います。はい、白銀座バーバーワックスのハードです。お値段が 90g で税込み2750円となっております。はい、こちらはですね、高級理容室白銀座さんがプロデュースするハードワックスになりますね。白銀座さんっていうと以前にもこれレビューしましたけどね、バーバーグリスシリーズね。こちら坂本厚生堂さんが作るファイバーイングリスで、巷では紅茶の香りがするっていうね、非常に高級感ある上品な香りが特徴のグリスでしたが、ちなみにこちらのレビュー気になる方はね、概要欄にリンク貼っておきますんで、よかったらそっちもチェックしてみてください。で、今回レビューするのはこちらのハードワックスなんですけど、ヒロギンザさんの製品もですね、結構レビューリクエストを多くいただいてまして、僕もレビューするためにね、今いろんな製品、ヒロギンザさんの製品使ってるんですけど、まあどれもね、かなり高品質ですね。ヒロギンザさんがプロデュースしてる製品って1個ずつそのアイテムによって発注してるメーカーさん、工場さんを変えてるんですね。例えばもう1回出しましたけど、このバーバーグリスシリーズだと老舗グリスメーカー坂本厚生堂さんですね、が作ってるんですけど、今回のこちらのバーバーワックスハードはですね、株式会社タカラベルモントさんってことで、ルベルとかジオとかね、作ってる工場さん、メーカーさんですね。スタイリストさんがね、みんな絶賛するルベル製品を作ってるタカラベルモントさんですね。で、今度またレビューしますけど、こちらの白のバーバーワックス F はですね、製造販売元中野製薬株式会社さんということで、あのワックスの中野ですね、ファイバーワックスの中野ですね、が作ってるということでですね、こんな感じでですね、まあ他にも製品いろいろあるんですけど、ヒロギンザさんっていうあの大手グループさんがね、かなりこうこだわって開発引っ掛けてどのアイテムもね作られてるってことで、ちょっとどれもですね、サロン仕様の別格の高品質さがあるなっていう感じですね。はい、この白のバーバーワックス F の方もね、今度またレビューしますね。はい、ということで今回はブラックのこのバーバーワックスハードの方なんですけど、まあ製品名の通りですね、ハードな使用感のワックスなんですけど、どちらかというとマット寄りの仕上がりになるね、まあマットワックス的な感じの製品かなと思いますね。テクスチャーがホイップクリームのようにこうふわっと柔らかくて伸び抜群で、髪の上でもよく馴染んでいくし伸びていくし、それでいて説得力も強いというね、かなりやっぱね高品質なアイテムになってますね。あまりツヤ出さないマット寄りの仕上がりが好きな方、それから僕みたいなね、ちょっとこう細毛気味でピタッとセットするっていうよりはナチュラルにふわっとしたようなセットが好きな方とかにはね、すごくおすすめのアイテムかなと思います。はい、ということで今回はヒロギンザバーバーワックスハード、こちらを詳しくレビューしていきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ登録ボタンポチしてから、よかったら最後までご視聴ください。はい、まずパッケージですね。こんな感じでプラスチックのジャー容器になってます。容器の部分がマットっぽい質感で、蓋の部分が少し光沢感のあるブラックになってますね。はい、こんな感じでバーバーワックスハード、自由自在の操作性と強力なホールド力であなたの一日を快適にするハードワックスがヒロギンザから誕生と、フローラルベリーの香りと書いてありますね。はい、この通り販売元が株式会社ヒロギンザで、製造販売元がタカラベルモントさんと書いてありますね。はい、正面から見てみるとこんな感じです。バーバーワックスハードヒロギンザ、ゴールドで印字されていてね、非常に高級感とかプレミアム感を感じますよね。そして蓋の部分はこんな感じになってます。こちらもゴールドでヒロギンザさんのロゴがプリントされてますね。はい、では蓋開けてみます。こんな感じで、まあクリーム状で見るからに柔らかそうな感じですが、指にとってみてももうこの見た目通りふわっと柔らかく簡単にすくえますね。非常に伸びも良くて、本当にこうふわふわした感じのね、ホイップクリームのようなテクスチャーなんですが、ちょっとこうその中に繊維っぽさも感じるような質感でね、ブロッシュファイバーポマードにちょっと近いですかね、触ってみた感じは。ブロッシュファイバーよりこのヒロギンザのバーバーワックスハードの方がもうちょっと質感しっかりしてるようなイメージですけど、まあでも結構近いところがあるかなと思いますね。このテクスチャーはもう文句なしの扱いやすさかなと思いますね。マット系で説得力が強いスタイリング剤だと、テクスチャーも漏れなく硬いっていうのがね、もう宿命的なところであると思うんですけど、こちら後でマネキンにつけて強度を見ていきますが、マットで力強い説得力があるんだけど、この柔らかさっていうね、もう非常に高品質ですね。はい、続いて香りなんですけど、こちらパッケージにも書いてありましたが、フローラルベリーの香りってことでね、まあふわっとしたワックスっぽい香りかなと思います。まああんまり強い匂いではないですね。こうやって書いてもあんまり匂いしないですし、またフローラルベリーっていうとね、ちょっと女性っぽいような香りかなと思われる方もいるかもですが、まあそんなこともなくてですね、ほんとまあ上品な感じの、まあ繰り返しになりますが、使いやすいワックスっぽいね香りかなと思います。ただこちら髪につけると無香料になるとまではいきませんが、ま
まあほぼほぼ匂いは出ないんでね、大人の方とかでもねすごく使いやすいかなと思いますね。まあ誰がどんなシーンで使ってもまあ全然 OK のようなね、問題ないようなね、そんないろんなシーンで活躍できるような香りの種類強さになってるかなと思いますね。はい、ではマネキンにつけていきたいと思います。髪につけるとやっぱりちょっとマットワックス寄りのつけ心地で、若干ゴワッとしてくるような気配はありますが、まあそこまでパサパサしすぎるような感じでもないですね。かなりハードなマット系スタイリング剤、マットコマードとかだと髪につけた瞬間髪の毛が真っ白になって髪の水分が全部持ってかれるみたいなね、そんな超マットな使用感のやつとかもあるかと思いますが、こちらはそういう感じではないですね。程よくしっとり髪の上でも程よく伸びていきます。まあただあくまでマット系だと思うので、つるっとスーッとコームが通っていくような使用感ではないですかね。今回はウルフマンメッシュコームの歯が荒い方でね、歯の間隔が広い方を使って整えてみましたが、もっと歯の間隔が狭いコームとかだとさすがに引っかかっちゃうかなと思いますね。そういう細かい目のコームで整えたい場合はタオルドライとか髪の毛ちょっとウェットな状態にして、で上からこのスタイリング剤つけてコーム通していくっていう方法がセットしやすいかなと思います。そしてこちらテクスチャーはあんなにふわふわと柔らかかったんですけど、セット力が抜群になっておりますね。こうやってコームで流すようなセットにもいいと思うんですけど、もっとショートの方が立ち上げたりとかそういうのにもすごく向いてると思います。テクスチャーもちょっと繊維っぽさがあるような質感だったので、散らしたりですとか動きをつけたりとかね、そういうスタイルとも相性抜群だと思いますね。あとはツヤ的にはですね、見ての通りしっとり自然な感じですね。まあマット寄りの仕上がりではあると思うんですけど、マットすぎず自然なツヤ感が出てますね。はい、そして時間経過するとこんな感じになります。まあ相変わらずしっとり自然なマット感で、ワックスっぽいツヤ感っていうんですかね、マットワックスっぽいツヤ感ですかね、そんなに乾かないですよね。そしてキープ力もこちら強めになっておりますね。こういうピタッとしたセットしてもそこまで大胆に崩れてくるようなこともありませんね。ただもちろんこちら固まってるわけでも、油分できっとり結束されてるわけでもなく、まあポマードとかではなくワックスなのでね、あくまでね、風に吹かれたりすれば乱れてきます。あとはこの見た目的にも想像つくかもですが、パサッと軽い感じの仕上がりではないですね。もちろん重たくはないんですけど、手で触ると少しベタつき感が残ってるようなね、時間経過してもそんな仕上がりなんですよね。再セットについては、最初ねコーム通してこういう感じのセットした場合は、もう一度その流れ通りにコーム通すとかだったらまあできるかなと思うんですけど、もっとクシュッとしたセットした方とか、または毛量多い方が時間経過してから再びコーム通そうとすると、これもさすがに引っかかるかなと思いますね。まあ繰り返しになりますが、グリースとかではなくワックスなのでね、それもマット系のワックスなんでね、最後に洗い落としはですね、まあ普通くらいかなと思います。グリースほどのシャワーのお湯だけで落ちてるような感じではないですが、油分の強いスタイリング剤のようなこびりつくような感じもなく、まあ普通にシャンプー1回で普通に落ちていくような感じでしょうかね。はい、ということでね、ヒロギンザバーバーワックスハードね、やっぱりかなり高品質ですね。ワックスとしてはやっぱちょっとお値段高めになってるかなと思うんですけど、それに見合うくらいのね品質の高さはあるかなと思います。このホイップクリームのようなふわっと柔らかいテクスチャーでマットな仕上がりなのにセット力も強いっていうね、なのでそういう仕上がりが好きな方にはね、こちらすごくおすすめだと思いますね。バーバーワックスっていう製品名の通りね、バーバースタイルなんかともすごく相性のいい強い使用感のワックスだと思うので、ぜひこのチャンネルご覧いただいてるねフェードカットであろう皆さんとかでもね、すごく使ってほしいなと思いますね。まあ僕はですね、こちらセットをする際にストレスがかからないっていうのがねすごく好きですね。で僕も最初これ指に取った時に、こんなふわふわしたテクスチャーでこれはセット力あるのかどうなのかと思ったんですけど、セット力はねこれね強いですね。ヒロギンザシリーズもですね、レビューリクエスト結構溜まってたんでね、これからどんどんやっていこうと思います。はい、またちょっと時間を置いてね、こちらのバーバーワックス F の方もね、次回レビューしていこうと思います。はい、こんな感じで今回はこちらヒロギンザバーバーワックスハードのレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。